はい、えー、こんにちは。1月の9日、えー、水曜日の日帰り竹部でございます。さて、えー、本日の東京外為市場、まあ、引き続きですね、えー、本年始まってから上値が重いという言い方をしてよろしいのかもしれません。えー、87円台の現在は40銭水準で、えー、ドル売り、円買い、まあ、円転圧力が優勢というような状況でございます。さて、これをですね、ちょっと俯瞰的に見た場合ですね、最大リスクはどの程度まであるのかなというところで考えたんですが、ちょっとこちらの方をですね、まあ、ぜひ、えー、ご自身でもお試ししていただければと思います。 私、冷やしのチャートで考えたんですが、こちらの方はですね、安倍トレードが始まった水準ですね、11月の14、15日、野田首相が解散をするぞと迫ったような状況の中で、その後に無制限介入をし。 無制限金融緩和だということで、えー、安倍当時の自民党総裁現首相がおっしゃったというところからドル買い円売りが始まったわけでございますがお正月の流れの中では88円の41銭まで上がっていってその後下落しているとこれをシンプルにフィボナッチリトレースメント38.2%戻してみた場合は84.9682と、まあ、ほぼほぼ85円水準までは下がる可能性が あるなということを一つ私、えー、ま、遂行いたしました。まあ、この水準というのは、えー、昨年の、 21日、12月の21日でございますけども、石破自民党幹事長が85円から90円水準の中でドル円そば収,収まったらいいなというような、えー、なんとなく意味深な発言をなされた、えー、加減にもおよそ相当するわけでございますが、ただしちょっとこれとワイドすぎるなというところ、ちょっとレンジが幅が広すぎるなというところで今回はこちらをご案内させていただきます。ドル円の警戒水準はというところで、もう少し短期的にご案内させていただきました。えー、本年の ドル円の動き、60分足チャートでご案内させていただいておりますが、まずはご注意していただきたいのは、ヘッドショルダーを現在作りかけているというところでございます。従ってネックライン、 これもヘッドショルダーってなんだという形で、ご疑問を抱かれる方には、ああ、これはまた改めてという話になるかもしれませんが、倍返し、ネックラインからの倍返しという形でございますので、86円の80銭水準から88円の40銭水準ということでございますので、まあ、大まかではございますかこの1円強が、 逆に下に下がりますよというところで85円水準まで下がっていく可能性があると。そしてまあ、ここで非常に注目、まあ、警戒水準注目、改めてご留意していただきたいのは86円の80銭水準で2回なんとか押しとどめられているというところでございます。これ、えー、現状この理由という、理由付けというのが86円の75銭水準にオプションの防線、 圧力があるんじゃないいかという,ふうにしてて言われておりますそういう意味での、まあ、下値堅さが試されて一ての反発なわけでございますけども、今後はここがまた下抜けていく可能性もあると。当然テクニカル的にはこの水準が下抜けた場合は、ドルロング・円ショートポジションを投げる。ストップロスの設定観測というのも当然出てくるかと思います。そういう意味では、 ずるずるずるっと下がっていく可能性もあるということで、86円の80銭水準は非常に重要な警戒水準なのではないでしょうかというところが今回のオチでございます。86円の80水準、ぜひですね、この水準を意識して短期的なリスク管理、 意識してのおトレード、ドル円トレードのお取り組みが非常に重要なのかなというふうにして考えております。ただし、ちょっと個人的ではございますけれども、来週の月曜日が成人の日で東京市場、インターバンク市場お休みでございますので、決済の関係から本日は、 スワップが通常よりもちょっと多めの4倍0というね日になります。そういう意味ではクロス円のま押し目という形での円売り欲がある程度ドル円相場下支えするんじゃないかなという思惑も少し考えつつのドル円相場に対する観測でございます。非常に難しいところではございますが下値86円80銭水準が現状足元で非常に 重要なポイントなんだぞというところも、ぜひご自身でチャートなどでご確認していただきまして、お取り組みいただければと思います。以上、1月の9日、水曜日の日替わり竹部でございました。